イスラエル軍は20日24時間でガザ地区とレバノンにある175のテロリストの標的に対して攻撃を実施したと明らかにしましたガザの保健当局は北部ベイトラヒアの住宅街に空爆があり19日だけで87人が死亡したと発表しています死傷者と行方不明者には女性や子どもが多数含まれているということです 一方、イスラエル軍はこの空爆による死者数について軍が入手した情報と一致していないとして誇張されたものだと主張していますイスラエル軍は6日からガザ北部、ジャバリアなどで新たな地上作戦を始めていてアルジャジーラによりますと攻撃のあったベイトラヒアには多くの市民が避難していたということですまた、イスラエル軍は ハマスの最高指導者、シンワル氏を殺害した際のものとする新たな映像を公開しました。軍の報道官は、シンワルは抹殺されたが、まだ任務は終わっていないと話していて、ハマスに捕らえられているすべての人質をあらゆる手段を使って取り戻すと強調しました。